華麗なプレーが生み出す刹那の瞬間。ちょっとでも出れる可能性があるならチャレンジしたいってところから始まってるので、失うものないし、自分がそう信じたものだから突っ走っていこうっていう感じですね。加納は16歳の時、事故で左足を失った。リハビリを続け、義足で生活できるまでに回復。そんな中出会ったのが車いすフェンシングだった。パラリンピック競技の中で、自分は例えばもしするならどういう競技がいいだろうかって調べた時に、僕の場合はもともと剣道というものをしていたので、剣を使う競技だったら僕にもできるんじゃないのかなと思ったのがきっかけでしたね。難しかったですね、初め。てか楽しかったんですけど、楽しいし難しいって感じでしたね、初めの出会いは。種目は攻撃の場所や方法でフルーレ、エペ、サーブルの3つに分かれる。この点は健常者の競技と差はない。しかし車いすフェンシングはピストと呼ばれる競技台に車輪を固定して行われる。至近距離での行き詰まる激しい攻防、スピードと駆け引きが見どころの競技だ。距離が近いから怖いとかいうのはもう全くないんですけど、体を下げたりアタックいったりとかっていうのは、体が馴染むまでにすごく時間かかってますね。2017年全日本選手権、加納は2冠を達成。この時競技を始めてまだ4年、瞬く間に日本のトップへと駆け上がった。昨年の車いすフェンシングワールドカップモントリオール大会では2つの銀メダルを獲得。アジアパラ競技大会では団体戦で銅メダルに輝き、世界で戦える実力を示した。昨年は国内で初めて京都でワールドカップが開催された。もちろん加納の姿もここにあった。東京2020大会は世界ランクで出場が決まる。その評価対象でもあり、強豪が揃う大会となった。ここでも加納は手堅くポイントを獲得した。世界で戦えるようになるには何が必要かというものを日々考えて、東京までにはやっぱこういう選手でいたいっていう理想像はあるんで、そういう理想像を目指して走るだけですね。あんまネガティブなこと考えないです。京都、ここに車いすフェンシングの強化拠点がある。元小学校の校舎を利用したナショナルトレーニングセンターだ。加納はシドニー・アテネパラリンピック金メダリストのフン・インキーヘッドコーチのもと、その技術を手に入れるため練習を続けている。難しいのは技術は今は彼は代々もできましたけど、いつこの技術を使うんですか。これは戦術です。戦術の場合は試合の中にできればもっともっと勉強したらもちろん高いところがいけると思います。僕よりは大きい選手は大半ですね。やっぱりリーチが長い、体格がいい選手に対して、向こうが腕を伸ばすと、僕が届かないところでも届くんですよ。だから相手よりも速いスピードでその距離感を埋めないといけないということですね。まだ速くなれるなと思いますよ。加納はインターネット関連の大手企業で働いている。仕事とフェンシングの両立は彼にとっては当たり前のことだという。そしてそれが競技への力となっているのだ。応援していただいている人たちがいるっていうのがやっぱり一番大きいですね。一緒に仕事している仲間に競技を応援してもらえるっていうのは、すごいいい影響を私はもらっているというふうには思ってます。自分がやんないといけないと思ってますし、自分ならやれるってやっぱどっかにも思ってますから、出たらあとはもう運に任せるぐらいの、レベルのとこまで持っていきたいです。どっちが勝つか分からないっていうところまで持っていきたいですね。経験のない競技に飛び込み6年、目標は初めから決まっている。そこへたどり着くためには競技さながら後戻りがない。ただ前へと向かっていくだけ。それがフェンサー加納伸太郎だ。車いすフェンシング加納伸太郎です。東京パラリンピックではメダルを目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。